皆さんこんこにちはゆうきです、はい、本日ですが、えー、XRP リップルの話を、ね、ちょっとしようと思いますが、まあ、それと株価ですね S&P500 ナスダックビットコインイーサリアム、えー、リップルのチャートを見ていきたいと思いますが、えー、まずはですね、えー、リップルの話するんですがウェルズファーゴという、ねうん、これ銀行の話ですけど。 まままあこちら説明しすすね後でで出てきますのではい、えー、ウェルズ・ファーゴはアメリカ西部を中心に展開する銀行です。4大銀行 JP モルガン・チェース・バンク・オブ・アメリカ <laughs> ちょっと間違えた。<laughs> JP モルガン・チェース・バンク・オブ・アメリカ・シティ・グループ・ウェルズ・ファーゴの中でも特に優良資産・ティアワンの比率が高いことで知られてきました。 イヤーワンっていうのは、これまあ簡単に言うと自己資本比率のことですね。自己資本のことです。ウェルズ・ファーゴの歴史は古く1852年に遡ります。ヘンリー・ウェルズとウィリアム・ファーゴの2人によって始められました。ちなみにこの2人は後のアメリカン・エクスプレスも創始しています。ウェルズ・ファーゴが西部地盤では、1848年に起こった ルルフォルニアでゴールドラッシュが関係していますそこで郵便業務や金塊運送業務を創業とするからです。それから貴重品の輸、えー、送金銭の送金業務と手を広げ銀行業務を本業とするに至ります。業務のほとんどはアメリカ国内に依存しておりアメリカ国内では住宅ローン、自動車ローン、中小企業融資で シェア1になっています。このことからわかるようにまあ、商業銀行業務がベースにあります。はい、これがウェルズファーゴという話です。はい、次行きましょう。はい、こちらです、えー、ゴールドマンサックスも xrp を通貨として分類8月14日ですね。xrp は資産とそのオンデマンド流動性サービスの需要が急増して続けるため、世界中の金融機関にとって最も人気のある。 選択肢の一つであることはよく知られていますデジタル資産の信頼性をさらに高めるためにゴールドマン・サックスは暗号業界のトップコインとトークンを分類するレポートも発表しました XRP の場合投資銀行会社は XRP を通貨として分類しリアルタイム決済システムとして説明しています XRP がほぼゼロ時間で完了できる国際決済をに使用できるという事実を考えると これは正確ですこれと比較して現在の多くの金融決済システムには数日かかる可能性がありますゴールドマンサックスの投資銀行部門による最近のレポートデジタル資産とブロックチェーンの概要ではリップルをツーピア2ピア決済技術であるサークルコインベースと並んで支払いの機会として特定していますこのレポートはリップルが 構築したソリューションを使用する銀行や送金サービスなどの基幹、えー、決済プロパイダーのネットワークであるリップルネットを強調しています消費者の主流における暗号の存在がより顕著になるにつれて金融業界は暗号への更新を続けています、えー、以前有名な暗号評論家のウォーレン・バフェットは 暗号通貨を専門とするブラジルのデジタル銀行ヌーバンクに10億ドルを投資しましまた、うん、この時ちょっと面白かったよねウォーレン・バフォットがビットコインを認めたぞーとか言ってネット民たちは一部騒いでましたけどね、うん、だけどビットコインを認めたわけじゃなくてデジタル銀行ヌーバンクに10億ドル投資したっていう話なんだけどねうん。 それをビットコインを認めたってなぜか言ってましたねよく分からなかったです本当にはいえバイナンスまたは顧客がデジタル資産を使用して小売購入を行えるようにする新しい支払いプロセッサーの計画も発表しましたゴールドマンサックスは XRP を通貨として分類する声明を発表した唯一の大手金融会社ではありませんはいそこでですね これは何を言ってるかっていうとゴールドマン・サックス以外にも通貨として分類するしている、うん、企業はあるよってことです。ねそれが先ほど説明した、えーウ,ォうん、ウォルズ・ファーゴのような他の機関も最近 XRP が最終的に1日の終わりに通貨であるという主張に信頼性を加え続けている。 同じ感情をを支持する新しししいレポートを発表しましたちょっと翻訳だからよくわからないけどねウォルズ・ファーゴは XRP を通貨であるという、うん、レポートを発表したっていう意味ですねこれ <laughs> はい米国の大手金融機関が XRP を通貨として分類しているため SEC が XRP が証券であると主張する現在の訴訟で SEC に対するリップルの 防御は再び強化される可能性があります確かに sec はそもそも xrp を使用するのは機関であるため xrp の真の有用性が何であるかを明確に知っている金融機関を代表して話すことはできません sec がここに独自の意見を挿入することは場違いで不必要であるという話で、えー、何が言いたいのかというとですね、うん えー、XRP が証券であるという話で今、えー、裁判がね行われていますが、まあ、裁判というか高販売成立手続きが今やってるのは、うんね、のの日本で言うと、うんね、だから、えー、証券であるって、ね、裁判やってるけど、ね、そんなこと言ってるのは SEC だけだと、うんね、他の周りの米国の企業を見てみろと 通貨として認めてるぞという話をまあ皆さんにねご紹介しようと思ったわけですはいではでは、えー、8月16日火曜日になりますが、えーまあ、前回ねやったばかりなのでチャート分析はね、うん、まあその続編ということでまあほとんど変わっていませんけど今回はねドル建てで見ましょうかね前回あの円建て見たんでね うん、本日0.37ドルですね、週足になってますが、うん、あの前回やったように、ね、円建てはつけてないけど、ね、こ、う、の、ん、ドル建ては斜めのラインつけてるんだよねっていう話しましたね。うん、けど、買いがまあ入らなくて、うん、ジェド売りも終わって、流動性も増加してるよって直近のニュースはたくさんあるんですが、その割には、全然変われねえなと、ジェド売りもなくなったのに。 全然なんか売り圧力はなくなったくせに買い圧力は出ねえんだなっていうようなね話をしましたね。ね。うん。これは何なんでしょうかっていう話したんですけどね、うん。まあ、ドル建ても同じなんですけどね。うん。えー、直近ですね、このまあラインでね、なかなか上がらないという話になってくるとですね、ここですね、次。ね。0.2ドルです、皆さん。ね。 ここで買ってくださいっていうことを思います。買ってくださいっていうのはまああれですが、ね、うん、私はまあこのライン来たら買おうかなってことを思いますね。うん、斜めのラインで言うと、円建てで言うと斜めのラインになってくるけど、まあ直近の話でね、株価が、まあ、もうすぐね、あの暴落するという動画をずっと出してきてるので、まあまだね、2週間ばかりありますけど皆さん,、ねうん、時間的に言うとね、 うん、時間的に言うと2週間ばかりあるけどまあ暴落して、ね、このラインまで来たら買おうと思いますね XRP はい0.2ドルまでは暴落が来れば落ちると思いますけどね一応そう思ってる今のところはうんねはい火足で見ても、うん、まあ弱いですねってことは思いますねうん ここで上がってこないんだったらどこで上がるのって話になってくると、うんやっぱり零点二ドルかなってことは思いますね。はい、えー、一応ですね裁判の話をするとこのチャートからでもわかるようにね過去に話しましたけど一応ですねね。えー ネッ,トの中ではネットの中ではっていうかあの裁判の予定ですよね。予定が、うん、2022年の12月にまあ終わるんじゃないのっていう話あのはしてまありますけど、ね、ありますけど12月。うん まあここら辺ですけどね12月ここが12月4日です、ね、4日ここまで来ると裁判がまあだから終わるんじゃないのって、まあ、12月中ですよね終わるのはね、うん、だからここまで来ると裁判が終わって、うんえー、まあ急騰するんではないかと、ねうん、今まで、まあ、裁判が終わればですね何ドルだ 何ドルまで上がるなんていうあのネットの中のねあのコンテンツ話してきましたけどね、うん、それなんで、うん、ここまで0.2ドルまでもし仮に下がったとしてでここで買いを入れますで買いを入れてこれがですねここのラインのを出る前におそらくですね暴落 すするかなーってことは思いますね週足で見るとねあこれ週足がね週足なんでこれ、ねうん、このラインの中でおそらく暴落が来ると思います株価のあと2週間ぐらいなんでねたいね、うん、まあ2週間だと9月11日にならないからまあ3週間あるかもしれないけどね皆さん、うん、そこら辺ちょっと考慮してください、ね、一応あのタイトルでは2週間とか。 動画の中では説明してるけどさ、ね、23週間ってことにしましょう、ね、11日っていう話はずーっとしきている話なんでね9月11日底値圏に入るっていうのは <laughs> はいそれなんで、えーまあ、この中で暴落が要するにねこの三角この中で要は、うん、き起きるのではないかとで0.2ドルで買う、ね、0.2ドルで買ってそうこうしてるうちにこの斜めのラインを出ればですよ ね、一回ピヨーンって上がると思いますけど、うん、この下のレジスタンスで頭抑えられて叩かれるかもしれません、うん、けどまあ横展開ねこうじわ,じわ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 ねしてるうちに12月になるとそして裁判が終わってから爆上げするというような私の中ではまあ予定になってますね, <laughs>、うん、ねちょっと当てにならないとは思うけど。 うん、まあ順序立てて考えればそういう考えになりますよ、ね、ということですはいはいそしてビットコインですがえ本日が2万4000ドルですね、うん、冷やしにしましょうか、えー、この斜めのラインずっとねなんか頭抑えられて、うん、なかなか上がれないよねっていう話あのしてきてますが 直近ではですね2万5000ドルを一瞬つけて、うん、そして今落としてきてますね前回の動画では、うん、8月15日16日あたりなんですがエリオット波動サイクル分析テクニカル分析であの8月15日16日あたり転換する可能性ありますよとそういう分析出てますっていう話したんですけど一応落としてきましたね うんただ、これが本当に継続して転換するのかっていうのはまあ見ていかないと分かりませんけど、うん、分析通りいくんだったらそうなるんですがまあそれはですね直近のまあ値動きに関しては、うん、まあどっちでもいいかなって思うんですけど、うん、あの暴落がね来れば、うん、そんなのどっちでもいいよと思ってます。はい、一応万ドル までね上がる余地はあるんですけどね。うーんってことを話してきてますが株価次第だと思ってます。で株価も今ねもういいとこまで来てるからねって話ですね。はい。ちょっとねまあビットコインがね落ちるんだったらどこまで落ちるのかうーんどうだねまあこのピンクのラインとかまではね余裕で落ちるんじゃないのってことを思いますね。うーんはい。ちょっと株価見ましょうか。 はい、えー、株価の前にちょっとイーサリアも見ちゃいましょう、えー、1912ドルですね本日ねうん前回話したのはこの緑のラインでねうん回落とされるよという話をしましたが落とされてますねはい4時間で見るとうんただ強いってことは思うんですけどねはいまあこれもどこまで上がるのかまあここら辺がいいところかもしれませんがまだ上余地残してるんだよなってこと思いますね ね、このラインねピンクねまだ上空いてるからねうんはいどうなるんでしょうまあ上がってもまあここまでですよねってことは思いますねはい株価いきましょうはいそして株価ですが S&P500 指数ですね、うん、これいいとこまでも上がってるんだよなってことを思いますね見てもらってもわかる通りですね、うん、このちょうど ここレジスタンスですよね。っていうことを思います。ね。逆側のこの高値。うん、で、現在のこの高値。ね。うん、で、直近の直近というか、ね。過去のこの水平線。うん。のちょうどあたりで止まってますね。終わりね。うん。もういい限界だろ、そろそろ。ね。っていうことは思うんですけどね。 一応これ基本情報ですが例えば株価がねこう落ちてきてねその1つのトレンド下落下降トレンドを戻したのがまあ50%戻すとねこの上の高値まで目指しますよっていう基本情報がありますがこれがですねまあちょっと測ってみましょうかね。 これが、うん、全体のマイナス23%だから半分で11%ぐらいだね。うん10.99そうねまあ半分ですね大体ね、うん。だから半分戻せばねこの高値まで戻すよとここまで。 っていう基本情報がありますがまあそんなことなくてですね半分戻したところで全然落ちるって話なんですよ、うん、こ過去検証しましょうね例えばねそうねうんこう週足ですよこれね皆さん週足で過去の歴史を見るとこことかでうん えー、これはですね20002000 2000年に起きたここ2点天井をつけてからこう加工してきてますね2002年までです、ね、2年間も下落したんですこれ、うん、これを見るとこの高値から 30%としてから、まあ30%なんで15、15%ぐらいだよね。半分戻るってことは。ね。ここでマイナス16%です。ね。だからまあ、ここら辺で半分戻すわけですが、もう見ると、ね。50%戻しても、これだけ落ちるんです。皆さん。ね。だから基本情報の株価の下降トレンドの50%戻しから、 ね、あのー、またまあはじ下落の始めまでね戻るっていうこの基本情報は別に当てにならないってことですこれねだってここでそれが証明してますよねうんほかにも例えば この2007年に起きた下降トレンドからの2008年9月15日に起きたリーマンショックを測ったとしてもこの高値から例えばここまで落として19%落としてからの。 19なんでまあ10%ですよね10%で半分戻しということでまあここで9.42%戻しねまあ大体あの半分ですよね半分戻してね皆さんここですよこうね、半分戻してそっからガーッて落としてきてうん、また半分戻してから暴落したという歴史があります それなんで、まあ、ネットの中で株価買い合いと言われているのかな、それは。ね、半分戻すと100%戻しあるって、全然当てになれません、発揮して、はい。ということで、ここも同じです。ね、50%戻したんで、この高値まで戻す可能性はもちろん、まあ、あるんですけど、ねうん、必ず戻すってわけではありません。今見てもらった通りです。はい、それなんで まあそのいいとこだよって話ですね、これね。うん、ねただね、お伝えしてきていますが、時間的観点から見るとちょっと早いねって話ですね。チャート的には、まあいいとこ来てるんだけど、時間的に言ったら早い。はい、それが結論ですね。はい、ということで今回ですが、まあリップルと SEC の裁判のね、うん、話を私的な視点で話しました。うん、まあそれと うん、今まで話している株価のね暴落の、うん、続きの話をしましたけど、うん、この話も面白かったらグッドボタンを押してもらって、えー、チャンネル登録して、えー、私と皆さんとの今回ね長期的な目線の会話をまあ狙ったね、えー、次のバブルに向けたさ、うんえー、買いの戦略を引き続きお聞きくださいそれではまた会いましょう